こんにちは、ワイワイ貿易です。12月25日クリスマス、皆さんどうお過ごしでしょうか。肩乗り猫のマイケルトナカイさんです。マイケルさんマイケル、何のそのマイケルさん、はい、マイケルさん、はい、今日もトナカイさんです。てんちゃんはもうちょっと今日は来てません。はい、今日は今島の瀬公園は雪がもう降り始めたのかな。雪がね降ってんですよ。雪が見えるかな、見えるかな、雪が今降ってます。四ヶ町アーケードで一部雪が降ってます。今日何回かあるんじゃないですかね。はい、お時間ある方は島の瀬公園に来てみてはいかがでしょうか。はい、四ヶ町アーケードはこんな感じです。今日の佐世保の空は晴れね。はい、よいしょ。ピッ、マイケルと中井さんです。マイケルさん、はい、クリスマスですね。はい、マイケルさん、よいしょはい、今日はですね、一番くじが、この遊戯王と本当はヒロアカだったんですけど、ヒロアカは延期になりまして1月29日です。あと5等分の花嫁のキャラットくじね、キャラットくじは本日発売です。もう一つのラッキー缶バッジはこれ2月に延期になってます。ですから今日は遊戯王と5等分の花嫁のキャラットくじの2つです。はい、まだ今日は誰もまだ、はい、遊戯王まだ誰も来てません。5等分の花嫁もまだ誰も来てません。はい、あと前回のあの名探偵コナンの新しいバージョンね、バージョンアップしたやつもまだ、はい、たくさんあります。コナンいかがですか。はい、あと5等分の花嫁もまだたくさんあります。はい、あと残り昨日見ました東京リベンジャーズも、あと上位賞があと4つありますね。カッコの言い名付けもまだね、はい、A 賞が1個しか出てませんので、こんな感じです。ポケモンも20、あと30個ぐらいですね。はい、ベノムはあと20個ぐらいです。よろしくお願いします。はい、はい、はい、ということで何やってんの、マイケルさん、マイケルさん、マイケルさんよいしょね。あとチャッキーとか、はい、いろいろなものがね、はい、はい、チャッキー、はい、5等分の花のフィギュアはたくさんあります。はいね、あとですね、はい、このパニッシャーの T シャツも着てますね。パニッシャー、はい、パニッシャーの T シャツ、あと、前回もご紹介しましたプラモデル、ガンプラがねたくさん、はい、ガンプラたくさん入ってます。委託商品でガンプラがいっぱい来てます。いかがですか、ガンプラです。ガンプラ、はいね、よいしょ、はい、よいしょね、マイケルさんね、よいしょよいしょ、はい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 、はい、今日土曜日です。まあ仕事の方はねまだねやってるでしょうけど、お休み方は、お時間ある方は佐世保島の瀬公園前スターバックスコーヒーの2階にワイワイ貿易ありますね。よいしょ、はい、マイケルです。マイケルと中井さんです。マイケルさん、マイケル何やってんの、マイケル爪、今爪切ってんやん、はいよいしょ、マイケルさん、マイケルさん、マイケルさん、マイケル何やってんの、マイケルさん何や、爪そんな伸びないよ、すぐ今切ったのに。はい、あといろいろなね、ワンピースとか、はい、フィギュアもたくさんありますし、エヴァンゲリオンもね、はい、たくさんあります。はい、エヴァンゲリオンもいっぱいありますね。よいしょ、あとルナセラムもありますね。あとよいしょよいしょ、ガンダムもあるし、はい、ジョジョもありますよね。あとマイケルテンちゃんのカレンダーも、はーい、カレンダーあります。マイケルテンちゃんのノートもありますね。はい、あとなめ猫グッズもあります。はい、ベノムもあります。あとドラゴンボールの、はい、解消の全部550円です。
550円でワンピースもたくさんあります。ワンピースもありますね。はい、鬼滅の刃もありますね。あとマクロスフロンティアのこのシェリルとランカーのくじもまだありますよ。6500円。はい、こんなんでーし。はい、あとグリッドマンもね、グリッドマンもありますよ。グリッドマンもね。はい、よいしょね、よいしょ、はい、よいしょ、ピッチョン、はい、よいしょ、ピッ、あらら、マイケルさん、トナカイの、トナカイのと、はい、トナカイ、トナカイ、トナカイ取れてるよ、よいしょ、よいしょ、はい、はい、はい、ということで、今日は土曜日なんで、マイケルと、マイケルさんと一緒に、マイケル様ですね、今、様に変わった、マイケル様、はい、あらら、なんか出てきた。なんかできた。はい、マイケル様と一緒に営業してます。お時間ある方は佐世保市万世公園前スターバックスコーヒーの2階にワイワイブキあります。お隣アプリ今日も新しいの今日からワイワイブキね配布しますんで、お時間ある方は寄ってください。眠いなマイケルで。はい、それでは今日も仕事の方は頑張りましょう。お休みの方はエンジョイしてください。皆さん今日はクリスマス、良い一日をお過ごしください。それではまた配信します。肩の折り猫のマイケル様でした。マイケル様。じゃあね、どうも遊びに来てね、お待ちして。